それをやっぱりね、あの女房が支えててとかね、みっともね、女房を使ってって言われたりもしてるのも知ってましたし、でも、あつこさん、今後は私がマネージャーとして、あのやっていきますので、よろしくお願いしますと、まずご挨拶を。おいで。おいで。交渉するんですか。何をあなたってできるんですかみたいにはっきり言われてしまって、絶対やってやると。それで、もうこの人がもうすごい大きい団体どうしても佐々木健介が欲しいっていう時に頼んできたら絶対断ってなな、それで数年後ですね、断ってやりましたよ。なって言ったのな、おいでな、なだから夫婦になったんじゃなくて、なだから夫婦になれたんじゃなくて、私はあの本当にこの挫折を乗り越えられて初めて夫婦になれたって。これ知ったべきあれだろ、自分の旦那のためなら鬼にでもなれる女になる。泣いてた。